どうも高井です。育児教育で怒鳴って子育て、我が子泣く、なぜあなたは悲しい老後を迎えるのかについて話したいんですけど、あなたはおそらく一月一月もらったお給料の一部を貯金に回しているとは思うんです。真面目だから。だけど子供に対して信用信頼を貯金しようって考え方ってないですよね。ないから下流老人っていう言葉やら孤独死する老人が増えてるとは思うんですよ。子供に対してですよ。パパこれ教えて、ママこれ教えてって近づいていく子供に対して、一人で学べとか自称行けとか、そういう風に跳ねてないですか。これやればやるほど子供って親に対してどんどん信頼しなくなってくるし、どんどん嫌いになっていくので、あんな自身自体に近づかなくなってくるんですよ。だからこそその逆にね、信用を蓄積するためにも優しく教えてあげるってことをすることによって、定年した後にその見返りとしてね、利息をもらえるっていう可能性が増えてくるので、まずはどん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 信頼を蓄積するっていうことも考えて生きていきましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。